第一朗読とびとき。その日メディア地方に入りエクバタナに近いところまで来た時、ラファエルは兄弟トビアと言った。トビアは何でしょうかと答えた。ラファエルは言った。今夜はラグエルのところに泊まらなくてはなりません。ラグエルはあなたの親戚にあたり、サラという名の娘がいます。エクバタナに入るとトビアはラファエルに言った。兄弟アザリア、すぐに親族のラグエルのところに連れて行ってください。そこでラファエルは彼をラグエルの家に連れて行った。中庭の戸口のところにラグエルが座っていた。まず彼らがラグエルに挨拶をし、次にラグエルが彼らに言った。兄弟たちよ、ようこそいらっしゃいました。お元気で何よりです。そして彼らを家の中に導き入れ、ラグエルは羊の群れから一匹のお羊を取り出してほふり、彼らを心からもてなした。さて彼らが体を清め手を洗って食卓に着いた時、トビアはラファエルに言った。兄弟アザリア、身内の娘サラを私にくれるようラグエルに頼んでください。ラグエルはこの言葉を聞きトビアに言った。今夜は大いに飲んだり食べたりして楽しんでください。兄弟よ、あなた以外には娘サラをめとるのにふさわしいものはいないのですから。あなたは最も近い血縁のものなので、あなた以外の男に娘を嫁がせることは私にも許されていません。しかし今夜本当のことを言いましょう。私は同族の七人の男に娘を与えました。ところが一人の例外もなく初夜のとこで死んでしまったのです。でもそんなことは気にせず飲み食いしなさい。主が良いようにしてくださるでしょう。しかしトビアは言った。あなたが私のことをはっきり決めてくださるまで決して飲みも食べもしません。そこでラグエルは言った。ではそうしましょう。モーセの書の定めに従って娘をあなたに与えましょう。娘があなたの妻になることは天の定めでもあったのです。あなたの身内であるこの娘を連れて行きなさい。今から後あなたは娘の夫であり、娘はあなたの妻です。娘は今日からいつまでもあなたのものです。こよ、天の主が今夜憐れみと平安のうちにあなた方を守ってくださるように。それからラグエルがサラを呼ぶと、サラは彼のもとに来た。そこでラグエルは彼女の手を取り、トビアに渡して言った。娘をあなたに妻として与えるよう命じているモーセの律法の定めに従って、彼女を連れて行きなさい。彼女をめとり、無事にあなたの父のところへ連れて行きなさい。天の神があなた方を導き、平安をお与えくださるように。そこでラグエルは妻エドナを呼び、パピルス紙を持ってくるように命じた。そしてモーセの律法の定めに従ってサラを妻として与えるという結婚の契約を書き記した。それから一同は飲んだり食べたりした。ラグエルは妻エドナを呼び寄せて言った。別の部屋を用意しサラをそこに連れて行きなさい。そこでエドナは部屋に行って床を整え、ラグエルから命じられた通りサラをそこへ伴った。エドナはサラのことで泣いたが、涙を拭くとサラに言った。娘よ、元気をお出し、天の主がお前の悲しみを喜びに変えてくださるように。娘よ、元気をお出し。そしてエドナは出て行った。人々は二人の部屋を出て戸を閉めた。トビアは寝床から起き上がり、さらに言った。愛する者よ、起きなさい。
人で主に祈り、主が私たちを憐れんで救ってくださるように願い求めよう。そこで彼女も起き上がり、二人は主の救いを求め始めた。トビアは祈って言った。私たちの先祖の神よ、あなたとあなたの皆は世々限りなく称えられますように。天とあなたの作られたすべてのものはあなたを常しえに褒めたたえますように。あなたはアダムを作り、また彼の助けて支えてとして妻エバをお作りになりました。そしてその二人から人類が生まれてきたのです。その時あなたは仰せられました。人が一人でいるのはよくない、彼のために彼と同じような助け手を作ろう。今私はこの人を情欲に駆られてではなく身胸に従ってめとります。どうか私とこの人を憐れみ、私たちが共に年老いていくことができるようにしてください。二人は一緒にアーメン、アーメンと言った。そしてその夜は眠りについた。神の御言葉。私たちの救い主イエス・キリストは死を滅ぼし、福音によって生涯を照らしてくださった。ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その時、一人の律法学者が進み出て、イエスに尋ねた。あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は、唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。
隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。主の御言葉、キリストに賛美。